こんにちは、理学療法士の方です。今日も肩関節の話をしていこうと思います。で、肩について、まあ、健康上腕関節しか見てないセラピストが多くて、そこをただひたすらこのようにマッサージしちゃって、なかなか肩関節の患者さんって良くなりません。なので今回は、まあ、健康上腕関節以外にも関係する肩甲胸郭関節、それにつく筋肉の僧帽筋上部と肩甲挙筋のストレッチについてお話ししようと思います。まず僕のプロフィールなんですが、まあ、1日臨床で10症例以上肩の患者さんを経験します。疾患名も、腱板断裂や脱臼、石灰性腱炎などいろんな肩の患者さんを担当してますので、まあ、いろいろな経験があるので、この動画が参考になればいいかなっていうふうに思います。で、先ほども言ったんですが、肩の患者さんを見るときに肩甲上腕関節しか見てないっていう人も多いと思うんですけども、肩はもちろん肩甲上腕関節もありますけども、肩甲胸郭関節、そして、まあ、脊柱、この3つからなります。もっと大きい目で見ればさらに骨盤だったりいろんなところを見ていければいいと思うんですが、まずは肩甲上腕関節以外を見る必要があるっていうことが大事です。もう一個、その肩甲胸郭関節に関してただいろんな方向に動かせばいいかって言ったらそうではなくて、それを制限するものが何かっていうことを考えて肩甲胸郭関節にアプローチする必要があります。で、肩甲胸郭関節につく筋肉としては、まあ、僧帽筋上部だったり肩甲挙筋があるので、今回はその話を深くしていこうと思います。で、まず、肩甲胸郭関節に関係する、まあ、僧帽筋上部なんですが、まあ、働きとしては頸部の同側側屈、反対側回旋の動き、そして肩甲骨に関しては上方回旋の動きがあります。肩甲挙筋に関しては頸部の同側側屈、同側回旋、肩甲骨に関しては下方回旋の働きがあります。よく肩こりの筋って言われるのは、まあ、肩甲挙筋です。この筋肉2つはこれを無視してただ頸部をただ側屈するだけのストレッチをしても思った通りの効果が出ないことが多いです。なのでまず評価としては、どのように側屈したら伸長感があったり可動域制限が出るかっていうのをまず確認しましょう。それをやった上でストレッチングを、どのようにやるかっていうふうに選択していきます。で、今回はまず彼の右の僧帽筋上部を伸ばしたいってなった時に、首を左に側屈してもらいます。その後首は右回旋します。で、左側の手で頭を押さえてもらって、まあ、この状態で、頸部の、逆の方向を入れれてるのでストレッチになります。そして、僧帽筋上部というのは肩甲骨を上方回旋するので、その逆の方向、つまり下方回旋を入れるように右手を少し後ろに回すようにしていただければ、僧帽筋の起始と停止が離す方向に働きて、一番ストレッチがかかる位置になります。まあ、この際息を止めずに、まあ、痛みがない程度15秒以上ストレッチできる強度の範囲でやってください。で、次、肩甲挙筋なんですが、肩甲挙筋も彼の右の肩甲挙筋をストレッチする場合は左に側屈します。そして頸部を左回旋します。で、左手で頭を押さえてもらいます。まあ、この時僕がよく、患者さんに伝えるのは、鼻を脇に近づけるようにというようにすると、患者さんもどの方向に首を動かしたらいいかが分かりやすいことが多いです。で、この状態で、まあ、頸部の動きは肩甲挙筋の働きと逆に入っているのでストレッチされます。で、肩甲挙筋は、肩甲骨で言えば下方回旋の働きなので、それと逆の動き、つまり上方回旋を入れてあげたいので、挙上するようにしましょう、肩を。こうすることによって肩甲骨が上方回旋しますので、肩甲挙筋は最大の伸長になります。実際ストレッチする際、こう手を上げてると疲れるので、実際の臨床であれば壁に向いて手をついて、で、このまま鼻を脇に近づけるというようにすると、しっかり肩甲挙筋が伸びてきます。この際はしっかり患者さんにどの辺が伸びているかっていうのを確認してもらいましょう。ただ患者さんに僧帽筋上部と肩甲挙筋の伸ばし分けをちゃんと感じてもらう方法としては、こちらに側屈していただいて、で、手で持ちます。で、これで鼻を脇に近づけるようにしてください。で、次は天井を見るようにしてくださいというように、回旋方向を変えて伸長感を感じる位置が変わるかどうかっていうのを感じてもらえれば、どの筋を今伸ばしているかっていうのがより伝わると思います。患者さんにも、目的を持ってストレッチしてもらうことがセルフエクササイズの継続にもつながると思いますので、やはり臨床の時間にしっかり患者さんに説明するっていうのはとても大切だと思います。で、今回は、肩関節疾患を見る上で肩甲上腕関節以外にも肩甲胸郭関節を見ましょう。そのためには、その制限因子となり得る僧帽筋上部や肩甲挙筋のストレッチ方法をお伝えしました。いろんな方法がありますが、一番慎重できる方法の一つだと思いますので、ぜひ参考にしてください。今回の動画が、参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録お願いします。